全遅刻だ。うんちで遅れているため遅延証を渡ししています。やったー、申し訳ございません。ありがとうございます。うっせぇな、何してんだよ。僕遅刻ー、遅刻だー、帰って。あ、でも遅延証あるんで。まあ、いいだろう。あんたたちの電車遅延してなくない？いや、ヤスケに遅延書もらったの。こら、遅延書だお前ら。遅延書だ。遅延書だ。こたつくん、かっこいいな。もう、ルーズリーフ一枚くれませんか？やだ、いつもじゃん。では、二人一組のペアになってください。はーい。じゃあ、わざわざ残ってるのか、俺と組むか。はい、小杉です。科学の授業を始めます。いいよ。間違えた。やめすけ、どういうつもり？よし、まずは俺が先行を見直してこいや。よし、連勝。よう、連勝じゃねえよ、お前は全勝。俺は要請を持ってる。よう、いきました、いきました。もう邪魔だよ。ちょっと、ひどくない？みんな、ピザパーティーしようぜ。行くぞ。うわしよう。え？え？壊れてる。え？お前、俺のお金返せ。何よ？
簡単に壊されるような貯金箱を作ったあなたが悪いのよ。くっそ、絶対許さねえ。絶対に壊れない貯金箱作ってやるよ。ガキは子供よ、プールで遊んでろ。
ちょっと待て、クソ野郎。うわぁ、これでとどめだ。中華料理は味が濃くていいな、すべて最高。ヤネちゃん、中華のセットでフカヒレはどう？次の相手、一体誰なんだ？本日のエレスケの対戦相手は、こいつ！おそがみピーコー！お母さん？あなたに本当の強さってものを教えてあげるわ。逆に俺が教えてやるよ。レディーファイト！あい！パワーじゃ勝てない。こうなったらスピードで勝負だ。そりゃーの、はい、最後にヤネちゃん、あなたのパンチを私に見せてみなさい。いいぜ、やってやるよ。おい、最後ぐらいちゃんと戦えよ。ヤネちゃん、本当の強さってのは何事にも動じない強い心を持つことなのよ。母さん、おい、しっかり育ちなさいよ。まったく、母さん、母さん。母さんが死んでから1ヶ月が経った。またお前か、うまいもよこせ。くれてやるよ。じゃあな。お、おう。母さん、俺嫌なことをされても動じない強い心を手に入れたよ。母さんのこと最初はクソだと思ってたけど。誰がクソですって。今日は新作ゲームの発売日、早く家に帰ってやりたいな。おいのび太、なんだこれは。面白そうなゲームじゃねえか。ボイボイボイ。それはダメだって。俺たち友達だよね。お前のものは俺のもの。ボイ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 。みんなのものは俺のものだな。ボイ。くそー、ドラえもん。なんだいのび太くん。スナイパー買おうの、もしくは電動ノコギリをくれ。そんな物騒な。いいから、シャイヤーを吹っ飛ばせるような武器をよこせ。仕方ないな。空気砲。あの野郎、痛みつけてやるよ。ブイ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 くたばれ。ほらブイ。どれどれ、死んでる。
おい、お前本当に死んだのか。ドラえもん、タイムフロシキをくれ。まずは何のために必要なのか教えてくれないと。早くタイムフロシキをよこせ。わかったよ。タイムフロシキ頼む、生き返ってくれ。間違えた、これは未来だ。たけし、元気に生まれてくるんだよ。違う、戻りすぎだ。ブイ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 、ラブジャイアン、よしよし。僕のものはみんなのもの。そうだ、君のものはみんなのものだよ。ブイ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 。おいガキ、てめえ何してくれんだ。おい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 。のび太、昔は悪かったな。俺の方こそ悪かったよ。俺たち友達だよな。ああ友達さ。ボイ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 。このポストのタイプは全ての番号をしらみつぶしに入れていけば開く。1257、開きました。でかしたぞ、ポンジュリ。これで侵入するぞ。開いたぞ。ここに隠れてれば絶対見つからないぞ。でも大丈夫かな、もし家主が帰ってきたら。ああ、まったく疲れた疲れた。もう何なんだよ、あの親父は。よっこらせ。元年の仕事も大変だな。楽して稼げると思ったのに。よりによって感じるかよ。元年の仕事っちゃめ大変だな。あ、禁止、ボール遊び禁止、走り回るのも禁止。どうやって遊べと。本当は僕たちも公園で遊びたいんですよ。よし、わかった。君たち、私の部屋を公園代わりに使っていいぞ。え、子供にとって遊びっていうのは仕事と同じだからな。その遊びの場がないのは僕ら大人がどうにかしないといけない。管理人さん、遊ぼうぜ。みんな楽しく遊んでるかな。のび太さん、私の家でお勉強しない？え、いいよ、しよう。じゃあ後で来てね。うん。おいドラえもん、今日静香からデートの誘いが来たぞ。すごいじゃないか、早く行ってきなよ。いや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 、どこでもね。じゃあ行ってくるぞ。静香ちゃん、静香ちゃん。ああ、のび太さんのエッチ。え、あ、くそ、なんでいつも風呂に入ってやがんだあの女。そろそろ静香ちゃんもお風呂上がったんじゃないの。そうだな。静香ちゃん、静香ちゃん。え、うわー、のび太さんのうんち。
伸びちゃう。なんでこれ。やばい。舐めてんじゃねえだろうね。この野郎。おい、石塚、助けろ。え、どうしたの。お前のうんちのせいで大変なことに。この野郎。なんで。ハッピー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 みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッテ。なになに息子で人儲け。お小遣いはなしのバッナーハッテ。